長谷部選手は圭介とは価値観が合わなくて言い合いもしたと言ってましたが、具体的には長谷部選手にどういうところが合わなかったんでしょうか。え、分からん。マコを見て俺を見て価値観合わないのなっていうの分かるでしょ。まあでも試合に勝ちたいというね、目的が一緒やったから一緒にやれたんでしょうね。私は本田選手の苦手な長谷部選手は出身の、苦手じゃないってだから、静岡に住んでいます。まず、全然苦手じゃないです。価値観が違う、考えが違うだけで、苦手ではないし、なんやったら好きやし、尊敬してるし、すごいなと思ってます、本当にすごいなと思ってます。なので、これからも頑張ってほしいし、陰ながら応援しているし、それは選手としてだけじゃなくて、マコにはね、もしかしたら将来フランクフルトに残ったりドイツで活躍するのか、日本に帰ってきて何かするのか本人が決めることなんでわからないですけど、まあ、選手としてじゃなくても大成功するような方だと思っています。ダゾーンの番組で内田さんが代表選手の試合前日から当日にかけての過ごし方で解説する際、共演していた岩間さんが圭介は話しづらいオーラを出し始めるとおっしゃってましたが、実際はどのように過ごしていたのでしょうか。またなぜそのような過ごす、いや、わかんないです。ただまあ、なんていうんですかね。ワールドカップ優勝を目指してたんだ、僕はね。同じような、まあ、こう、仲良くするためにそこ行ってたじゃん、わけじゃないんで、代表にね。うん。で、その、日本って、あの時、僕がプレーした時の、日本、あの、代表の時は、やっぱ、それぐらい、なんか、普通のことやってたら、とにかく、絶対に、たどり着けないなと思ったんで、どんな難しいこと、僕だって別に仲良くするの好きなんですよ。ワイワイして、こう、みんなでね、楽しく話すの好きやし、岩政さんも好きやし、アツトだって好きやし、別に嫌いじゃないんですよ。でも、それと、自分が成し遂げたい目標を達成するときに、やらないといけない必要なことって違うじゃないですか。うん。だから、いろいろこう思うことはありますよね。だから話しかけづらいオーラを出し始めてる理由っていうのは、だから別に代表の連中にも別に話してるわけじゃないし、こういうような話になっちゃうかもしれないですね。